サー・トーマス・ブラウンは17世紀イングランドの著作家。医学、宗教、科学、秘境など様々な知識に基づいた著作で知られる。フランシス・ベーコンの自然史研究に影響を受け、自然界に深い興味を寄せた著作が多い。独自の文章の技巧で知られ、作品に古典や聖書の引用が散りばめられており、同時にブラウンの独特な個性が現れている。豊かで得意な散文で、簡単な観察記録から、極めて装飾的な、雄弁な作品まで様々な作風を操った。1673年3月14日、ブラウンは考古家、ジョン・オーブリーに短い自伝を送っている。これは、オーブリーが書いていた、伝記短編集ブリーフ・ライブズ向けと思われる。それによると、ロンドン生まれで、ウィンチェスター・カレッジで学び、オックスフォード大学に進学。数年間海外で過ごした後、ロンドンの王立内科医協会の会員となった。1671年9月、チャールズ2世がノリッジを訪れた際に、ナイトに叙された。著作のラリージオ・メディチは、英語で書き、存命中に、ラテン語、フランス語、イタリア語、オランダ語に翻訳された。また、サダダクシやエパデマカもオランダ語に翻訳されている。日本語訳における題名を復帰したブラウンは、思想史上の独特な位置にあり、科学的機能法を促進すると同時に古くから、ある秘境も支持した。また、敬虔なキリスト教徒であることもその思想の曖昧さに影響している。それに加えて、迷宮のような複雑な思考過程と凝った文体、さらに聖書や古典を引用し、様々な秘境の著作も引用している。これらの要因により、ブラウンの著作は現代においてはほとんど読まれず誤解されることが多い。しかし、その文体の影響は4世紀にもわたって続いた。ジョーン・カーライルによるトーマス・ブラウンと夫人の肖像画、ナショナル・ポートレート・ギャラリー・ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーに同時代に描かれたトーマス・ブラウンと夫人の肖像画がある。やや時代が下るが、彫刻家。ヘンリー・アルベルト・ペグラムによるトーマス・ブラウン像画のリッチにあり、壺を持って熟考する姿が描かれている。1905年に設置されたが、1973年に現在の場所に移されている。ありがとうございます。